久保さん、今回責任の責任しましょうか。責任の所在ですね。はい、やっぱね、あのー、会社間のお付き合いとか、あーなんだ、うーん、何すかね、まあ大人の事情だったりとか、なんかいろいろ組織の中にあると、なんすかね、うん、例えば、自分、 アマゾンあ、あの、ネットフリックスだったかななんかドラマがやってて、何のドラマだったかなあれ。なんかそのそう、ちょっとドラマの名前忘れたんですけど、その、なんか建設会社の、あのゼネコンみたいな感じのやつで、で、その、えー、入札していかないといけないんですけども、 その、まあ、ある新入社員というか、あの、まあ、何もわかんない子が、まあ、現場にいたんだけども、まあ、本部の方に移動になって、で、それで、ま、落札していくとかね、まあ、そういう部署というか、そういうふうになったんですよ。で、そこの部署の中では、あの,の、飲み、飲み屋でね。んで、あの、談合しないとやっていけねえよ、みたいな。確かに悪いことだけど、なんかその、なんだ。 これが、まあ、業界のルールなんだ、みたいな。で、その若い子が、うん、みたいな感じで、まあ、納得してないけど納得せざるを得ないというか、まあ、いろんな遭遇、まあ、全部のドラマまだ見てないんですけども、なんかそういう感じのストーリーなんですよね。だ要は、会社に入るっていうことは、うん、なんか、まあ、そういうことがあったりするわけじゃないですか。世の中。 うん、まあ会社のルール、会社のお付き合い、会社の、その、歴史伝統。うん、何すかね。まあい,いろいろある,あると思うんですよね。そう。で、結局その、うん、会社にいると、うん、なんすかね。自分の意思をやっぱ貫けないっていう、うん、なん、すかね、まあ、 ある,あ,あると思います自分はこう思ってる。自分はこうしたい。だけど、会社はこう、みたいなね。うん。だからね、まあ、まあ、サラリーマンで働いてる方も、まあ、普通にその、いろいろあると思いますよ。うん。まあ、ただ、組織の意向と自分の意向が合わない。すり合わない。うん。結構あると思いますけどね。 だ僕はまあ最終的にまあ今本当に良かったなと思うのが組織から離れる。こ子として生きるっていうこれが一番本当に自分の責任が全部所在が僕自分なんですよ。だからそのドラマでも結局その責任の所在がこういろいろ行くんですよね。うん。そう。面白いですけど。うん やっぱね、会社は僕は離れるべきだと思いますね。まあ、合う、合わないあるとは思いますけども、合う、合わないあるんだけど、それでも、こで生きるっていうことをやると、子が磨かれるかなっていう。うん。やっぱ責任が120%、いや200、200%自分にあると。まあ、すごく、それもそれで大変なんですけど、なんかそっちの方が僕はしっくりくるというか、まあ、 大変でしたけどね、いろいろと。だけど、振り返ってみると、うーん。どこにも転換できないんで、責任を。うん全部自分の自己責任。自分、だ商品が売れないのは自分の責任。全部です。誰にも相談できないし。全部自分が悪いっていう。全部自分の過ち。全部自分の犯したことっていう。 うん、そう。だから今は、そう、あのー、なんだ、紹介する。まあ、今年も結構僕紹介して、まあこ、今年、今月の下旬、下旬ぐらいにまた紹介するんですけど、商品をね。だから紹介する商品って今ね、僕の自分の熟成産の商品しかほぼ紹介しないですもん。うん、昔はね、その会社に、あのー、 だか菓子折り持ってきて、すいません、お願いします、みたいなね。なんかありましたけど、今、まあ、鹿児島までね、そういう人はいない、来ないですからね。<laughs> もう、身内、も本当に自分が分かってる、人、あのー、の商品しか売らないっていう、紹介しないっていう感じになりましたね。でも、こっちの方がね、楽っすね。楽だし、まあ、人は絶対ではないですけど、少なくても、 塾生さんはし、ね、信用してあげる、信用してあげるというか、まあ、それが塾長の、うん、ポジショニングというか、頭としてね、頭が、うーん、まあでもね、なんか、あれですね、なんかその、じまあ、久保さんも分かると思うんですけど、塾生と社員って多分違うんですよね。<laughs> なんか <laughs>、だって別に塾生さんに、その、毎月給料払ってるわけじゃないし、 なんかね、関係性が、うん、そ、僕は熟成さんとの関係性の方がいいっすね。うん。だって熟成さんも結局稼いでる人って子で自立してるんですよ。そう。うん。だ子で自立してる、子で自立してる、ここでかん、まあ、久保さんもそうですけどね。久保さんも別にその、ね、なんだ、自分でじいあの自立して、あの、個で、 この億万長者合宿のこのやりとりの関係性が一番多分いいっすよね <laughs>。そう。自分のことはやってるし、ただ、気が合う、気が合うから絡んでるっていう、ただそれだけなんですけど <laughs>、うん。この関係性がね、一番楽だし、うん、依存してないし、シンプルだし、すげえシンプルなんですよ。あの、うん、動画が返ってくるから動画を返す。おはよう。 おはよう、あ、おはようざいま、おはよう、みたいな。そ,それだけす。ただそれだけ。<laughs> おはようっていう動画が来るから、おはようって動画返すっていう、まず本当にシンプルにそれだけで、それ以外でもそれ以上でもなく、もうそれだけですね。で、なんか、やりましょ、なんか、タイミングがあってなんかやりましょうかってさ、ね。なんか一緒に合宿やったりとか、セミナーやったりとか。うん。でもその売り上げに関しても <laughs>、 <laughs> 僕ね、あの、タイアップでセミナーやって、そのセミナーの売り上げをどうのこうのってやったことないですからね、基本的に。だから、あの、僕とセミナーしたいっていう人とやるので、そう。うん。で、久保さんは久保さんでね、自分で売り上げ作るし、それで。うん。そうだからね、なんか、 こ、こと、ことして生きるっていうのが、やっぱ責任の所在が自分に来るんで、まあ成長はすごくできるかなと思いますよし、結構もういろいろな、昔と違って僕はいろんな今視点って見れるようになったんで、うーん。そう。だから逆に言うと、その、 あのね人をこう雇用し続けて組織をこう作り続けるそしてそれを維持し続けるうまあ、今ね前の会社とのあの連絡は一切してないのでもう6年以上かまあ、どういう状態になってるか僕はわからないですけどもただまあ少なくてもまだ存続しているんだったらうん。 まあそのまあ、僕が行ったところまでは、ね、僕は見てましたから,だからまあ会長の偉大さっていうのはすごいなっていうのは感じますよね逆に今うーんだって会社の中でもねいろんなその人がいなくなって、まあ、基本的に古株は僕しかいなかったんでみんな辞めてきましたしその歴史を僕はかなり見てきてますから まあそんな中やっぱ経営してきたっていうの会社ね経営してきたっていうのは多分だから僕もこの6年間いろんな思いでこうやってきましたけどもまあ多分当時の会長もいろいろこう考えてたんだろうなとうんまあそのなんだろうな色々あったんでしょうねでもその気持ちっていうのは今になってまあなんとなく全部ではないですけどなんとなくその責任の重さですよね 経営者としての責任の重さというかう、なんかそれすごい背負ってたんだなっていうのは感じますね。やっぱね、ことして生きるっていうのが僕は本当にね、自分の、あのー、人生において結構ね、おすすめですね。う まあちょっとギャンブルチックなところはありますけどね。うん、でも人生そのものが僕はギャンブルだと思うので。だって明日死ぬか分かんないじゃないですか。ね。その、池袋の、あれ、まあもう裁判終わったのかな。ね、普通に歩いてたら、あの、90か80何歳の人がアクセルとブレーキ間違えてね、突っ込んで、嫁さんと子供さんが亡くなったのかな。 で、そのね、事故って殺しちゃった人は、いや、間違えてません、みたいな。車のせいです、みたいなね。<laughs> なんか、なんかそ、それで、なんか、いろいろ、裁判長引いてるんじゃないかなと、あれですけど。うーん。まあ、いろいろね、思うことはありますよ。うーん。そう。まあ、でも、これからもね、僕はね、あのー、 とっていうか子、ことして生きていくし、子がおすすめですよっていうこずっと言うし、うん、それに興味ある人に商品売っていくし、一人,一人で稼ぐうん、一人社長、これがおすすめですと。まあ僕はね、会社組織を作って、従業員を雇ってっていうところは、もう僕はおすすめしないです。まあそれは僕も力量なかったですし、それできなかったですから。 うん、でも僕はね、なんか、なんかね、うん、この方が僕は、僕はね、僕の意見としては強いと思いますね。うん、よくね、その、いろんな、まあ、パターンもあるんですよ。例えばよくあるパターンの中で、その、社長が何もできない、できない方がいい。社長が何もできないから、 その優秀な人を採用して優秀な人にやってもらうっていうそして成功するっていうパターンもあるんですよ逆にその何もできないからこそできる人を周りに囲むみたいなねうんでも自分ができちゃえばいらないよねっていう <laughs> っていう考え方もあるし、うん だ僕は自分が、なんかね、やっぱそこは、なんすかね。やっぱ人は変わるし、うん。まあ僕自身もね、やっぱ当時はその、会社に骨を埋めるっていう風で働いて、腹くくってやってましたから、まあ実際居残りは僕一人でしたからね。もう何人も入れ替わり立ち替わりして、十何年ずっと残ったのは僕だけなんで。だけど僕自身も結局ね、腹を、 くくって骨埋めるって働いてましたけどまあやめましたからねから僕も変わりましたからまあいろいろありましたよねまあ言えないこともそうか変わるんですよ結局は変わるんで人は変わります気持ちも変わるし考え方も変わるしだから合う合わないも出てくるだろうしうーん だこう,こうだから自分が変わる自分の考え方が変わる別に自分だけでいいじゃないですか <laughs> でも従業員の考え方が変わったりとか従,従業員の考え方が変わらなかったりすると大変なんですよね <laughs> そう自分の責任は自分で完結できるけど他人の責任までその責任を負うってう結構それもしんどいしうん そうまあことして生きていくおすすめです僕は僕はそっちも経験してねあの思,い思うわけですよこっちも経験今してますけどでもこっちの方が責任はすごくあるウェイトは高いですよ高いけれどもあの人生においては非常に自分の成長スキルだったりとか,なんかいろんなものの捉え方考え方ができるようになるしもう100%言い訳できない。 100%結果が全て。100%責任は自分。そう。<laughs> やっぱここで生きていくとやっぱ一顔二顔向けますね、本当に。うん。全然やっぱ意識というか意識が違いますもん、昔と。うん。そう。昔も昔結構マインドもあったし、昔も結構意識は高くやってたんですけどね。なんか違う感じですね、今はね。やっぱ。 うーんそう。む、群れ,れ,れ,れないほうが僕はいいと思いますね。組織,組織とか人と群れないほうが、ん。一匹狼でいいと思います。<laughs> 一匹狼が僕はいいと思いますね。うん。てか今一匹狼でも、そのテクノロジーがあるので、別に一匹狼で吠え続ければ、その動画がいっぱい増えるし、黒人間できるんで <laughs>。 一匹オーケーまでいけるんですよ、今は、正直。この、もうこれはもう時代のおかげですよね。うん。だって一匹じゃないんですもん。まあ <laughs>、存在してるのは一匹なんだけど、別にそのコンテンツはいくらでも一匹じゃなくてな、何万個でも作れますから。<laughs> うん。これが時代の恩恵ですよね。うん。うはい。い,いってらっしゃい。